サセックス公爵、オーガスタス・フレデリック王子、1798年。アークローダン爵は、イギリスの男爵位。連合王国貴族として二度創設され、二度とも、従属爵位だった。オールバニ公爵、レオポルド王子、1882年。1801年、ジョージ三世のムツオーガスタス・フレデリック王子は、アークローダン爵、インバネス伯爵。 サセックス公爵に上された。しかし、二度の結婚ともに1772年、王室結婚法で無効とされたため、着室死がおらず、1843年4月21日に、オーガスタス・フレデリック王子が死去したことに、伴い爵位は廃絶した。1881年5月24日、ビクトリア女王の四男レオポルド王子は、アークローダン爵、クラレンス伯爵、 オールバニ公爵に除された。1884年に、レオポルド王子が死去すると、息子、チャールズ・エドワードが爵位を継承したが、1919年3月28日には1917年、称号剥奪法に基づく国王ジョージ5世の命令により、爵位を剥奪された。クラクルフト貴族名官によると、チャールズ・エドワードの息子、ヨハン・レオポルトの息子、 エルンストレオポルトの息子フベルトゥスは1917年、称号剥奪法第2条に基づき、オールバニ公爵の回復を求めることができる。ヨハン・リオポルドの帰戦結婚により、彼の子孫は、ザクセン・コーブルク・ゴータ公爵家の課長になれなかったが、オールバニ公爵への請求権には影響しなかったという。ありがとうございます。